奥平健介は、幕末から、明治時代初期の長州藩士、志士。萩の乱の首謀者の一人。天保12年2月12日、長州藩士、奥平清兵衛の逸尾として、萩城下土原に生まれる。藩公明林館で学び主婦に優れた。文久3年の下関戦争では、先方大使として参加。慶応2年には、環状隊に配属された。 その後の母親戦争ではその感情体の参謀として、報告隊、騎兵隊と共に、長岡、柴田、新潟を転戦した。その際、友人の合津藩士、秋月定次郎に宛てた手紙は、名文として知られる。またその際には、秋月から合津藩士の少年二人を所生として預かったが、数とは後に、東京帝国大学総長となった、山川健次郎で、 もう一人は陸軍に入り、この絵師団の公平大隊長を務めた小川良である。明治2年に越後府県判事として佐渡に赴任するが、同年8月には職を辞している。郷里に戻ってからは上位論を解き、新政府の方針に不満を募らせる。明治9年には前原愛生を名手に萩の乱を起こしたが敗走し、12月3日に残首となった。 去年36。大正5年、地獄を追蔵された。秋月定次郎を通じて、合図との交流、合図藩の指定を教育したことが縁となり、平成7年には、当時の合図市長であった、山内秀夫が、奥平健介の墓に参っている。ありがとうございます。